皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県の学校情報として、静岡県富士見高校さんの部活見学会と個別相談会のお知らせです。なお今度から入試が変わるので、この富士見高校さんの入試、この内容については別の動画に撮ってありますので、そちらで確認してください。さて、部活見学会6回あります。10月1日、10月15日、11月19日、11月26日、12月10日、12月17日、いずれも土曜日です。時間は午後になります。まず13時から受付、そして見学会は13時30分から14時30分まで1時間です。内容は一つの部活をじっくり見る、このタイプと、ツアー形式でいくつもの部活を回ると、この2種類になります。そして個別相談会2回開催されます。いずれも土曜日で、10月1日土曜日と11月26日の土曜日、午前中です。時間は9時から12時までです。内容は入試などに関する個別の相談、これになっています。どちらも事前の予約が必要で、この予約、静岡県富士見高校さんのホームページの方からこれ申し込みができるので、そちらからお願いします。今回は静岡県富士見高校さんの部活見学会、個別相談会、このお知らせをお伝えしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。